ミケランジェロがシスティナ礼拝堂に描いたモーセと聖堂の蛇のエピソード。聖堂の蛇はヘブライ語聖書、旧約聖書の民数記21章4から9に登場する銅像である。英語のネフシュタンという語で呼ばれることもある。民数記ではエジプトを離れたイスラエル人の一行が足の海の途中までやってきた時に苦しみに耐えかねて不平を言った。そこで神は 炎の蛇を送ったので、噛まれた人々の中から死者が出た。民がモー瀬に許しを願うと、モー瀬は、神の言葉に従って、聖堂で蛇を作り、旗竿の先に掲げた。この蛇を見た者は、炎の蛇に噛まれても命を流らえた。しかし、列王記した十八、四では、ユダ王国のヒゼキア王の時代に、それまで人々が功を焚いて崇拝していた聖堂の蛇が、 アシェラゾウと共にぶち壊された。旗竿の先に絡まる蛇。サオとはいえ、十字架となっている。モーゼが聖堂の蛇を作ったエピソードから、彼の時代すなわち、紀元前13世紀頃に、ユダヤ人にとって、蛇が信仰の対象であったことが推定できる。また、ユダ王国のヒゼキヤ王の時代にこの聖堂の蛇が破壊されているが、 紀元前2世紀に作られたヤーウェの浮き彫りの中にはヤーウェの体の一部が蛇になっているデザインのものがあり蛇への信仰が残っていたことが推定できる。また蛇は右の絵からわかるようにキリスト教徒にとっては癒しと罪を肩代わりしたキリストの象徴でもある。そして脱皮することから復活の象徴でもある。蛇は不死や自由。 罪からの癒しの象徴であり、失落縁の蛇のような現在の象徴だけとは限らないのである。ゆえに、新約聖書のヨハネによる福音書3時14分では、ニコデモとイエスの対話の中でこの聖堂の蛇が、たとえとして用いられる。イエスは掲げられた聖堂の蛇のように、人の子もあげられなければならないと語っている。それどころか、聖教会の主教が用いる。 剣杖はこの聖堂の蛇をモチーフにした杖を使用している。したがって、聖教会ではイエスの復活のみならず、権威の象徴でもあるのである。なお、聖教会からは、異端とみなされたグノーシス派は、蛇への信仰を受け継いでいた。特にオピス派は、ウロボロスの蛇をシンボルとしていた。聖堂の蛇を題材にした、ティムラヘイ・グレック・ディナロによる、小説、秘宝。 聖堂の蛇を探せは、米国では大ベストセラーとなった。この小説は日本では、君手成功役により2005年5月に不走者より、刊行されている、竜の起源 P58、蛇儀礼、PP80 から89、竜の起源 P59、ありがとうございます。